いや、ちょ、大丈夫です。そこで、今日もやっていくんですけど、今日はね、これですね。あ、まあ、こっちか、先に。まあ、シーズンが終了しましてですね。まあ、フィニッシュは、294位と。あと、まあ、6708ということで、まあね、正直7000を超えてもっと勝ちていきたかったっていう目標だったんですけど、7000にすらね、届かなかったって感じでしたね。それでずっとこのデッキを固定して回していたんですけど、まあ本当に、なんだろう、最後の3日間だけで200戦超えるぐらいやってて、で今日だけで120戦ぐらいやったんですけど、やっとそんくらい使って、なんだろう、その、待って、外役推論やって、そのくらいやって、やっと、あれですね、立ち回りがちょっと見えてくるデッキがあったりだとか、まあ、相手がロケット持ちだからとか、ザップしかないからとか、ホバをこの位置に出して、この位置にユニットを釣ってとかね、そういう動きができてきたんで、まあ、単純に PS 不足だったし、やる量もね、ちょっとね、少なかったかなと思いますね。ということで、そうですね。結構もう本当に7000超えの人たちと当たってるリップばっかりなので、そこら辺をね、ちょっと、リプレイを見ながら、まあ、解説しながら、まあ、雑談をね、していきたいなと思います。ってことで、どうしようかな。何からいこうかな。どうしようかな。とりあえず、まあ、30種かな。30種でいこう。まあ、30種は前回のシーズンでは一番多かったのかな、多分一番多かったと思いますね。30種かロイジャイかどっちかでって感じですね。本当に強くて、でそれでそうですね、まあこういう感じでとりあえず、あ、まあてか倍速であまり良くないか、まあとりあえず1倍にしていって、まあそうですね、今回のシーズンは正直もう少しはいけるかなって思ってはいたんですけど、まあ、なかなかいけなかったですね、本当に。で、30種とかの中でも流行ってる、あとはポイズンとフリーズの神器とかも流行ってて、あとはロイジャイも流行ってて、あとはスケラとかバルーンとかですね、が流行ってて、結構なんだろう、中身数枚見ただけじゃ、デッキの種類が見分けつかないっていうのが割とあって、その、ロイジャイの中でも、まあ呪文がもちろん、ファイボとライトニング違ったりだとか、あとはその中身が縦線だったり、なんかランバだったりとか、結構細かい違いがあったりして、割とやっぱりまあ難しかったですね、本当に。ただやっぱり上に上がってる、まあそのプロリーグとかで一番上に上がってるのは KK とかで、あいつはそのグロー4位とかでフィニッシュしたんですけど、やつとかね、本当に何だろう、いつ見てもマルチ潜ってる感じで、やっぱりその PS も俺より高いし、そのやってる量も俺より多かったんで、まあそれは結果残すわなって感じでしたね。なんで、なんだろう、その、もう少しね、まあ、デッキになれるためにも、もう少し回していけたらよかったですかね。終盤はめちゃくちゃやったんですけど、やっぱ序盤とか中盤がね、あんまりちょっとやっていなかったかなとは思ったんで、もう少しね、やっていって、結果を残せるようにね、また次のシーズンもやっていきたいなと思いますね。ってことで、まあですね、あとはあれか、下方修正ですね、とか情報修正、バランス調整が入るんですよ、もう今日ですね。今日は、やばい。まあ今日修正が入って、なんかエレキを先に出したらスパーキーを完封できないだとか、なんか今まではエレキを先に歩かしてスパーキーをね、普通になんかエレキの攻撃が届いてたんですけど、スパーキーの射撃がちょっと速くなるから、あれ射程が上がるんだっけか、スパーキーは。どっちだっけ、射程か。射程が 0.5 伸びるから、エレキ先出しだとスパーキーをね、なんか止めらんなくてエレキが普通に死んじゃうんですよね、撃たれて。とかってそういう感じで、なんかね、結構いろいろ調整が入るみたいなんですよね。なんでそっちの方も、あと俺がもう一生ずーっと使ってたマジアチャが、ちょっと復活するみたいなんでね、それも、まあ、楽しみにしつつね、またマジアチャの、ずーっと全てのデッキマジアチャをぶち込みたいなと思っていますね。ということで、まあとりあえずこんな感じの、ですね。あとは、どうしようかな。まあ、ロイジャイかな。結構多かった遅延ロイジャイ。どうなんだろう。まあいいか。とりあえずこっちも解説していこう。まあこれはですね、ロイジャイは、なんだろう。
一見結構突破できないように見えて陸系とかが少なかったりして U のとかがね通しやすかったりするんですよ。なんで結構理想的な流れとしてはその U のに墓石を探して工場を通すみたいな。で工場を後ろから出したら相手のデッキはその丸太とか ISP とかザップとかのそのノックバックさせたり止めるカードがないんで取るねしかないんですよ。なんで、でしかも後ろから出してなんだろう勢いがついた工場は相手のベビドラとかメガゴとかアイスウィズ単体じゃ止められないんですよね。なんでそこら辺もそのなんか2体工場だけで2体ユニットが引き出せるようになってそれをねまた自陣で受けてカウンターするとかそういう流れが作れるんでね。やばい咳がやばい。テンゴットがあいつがなんかもう帰ったんですけど、まあそうですね、ちょっとなんか咳がやばいとか言ってちょっと害悪マジ害悪なんであの風が移った説がありますね。とりあえずこれで、まあそうですね、こういう感じで U のを通していく感じですね。で相手は相手も工場に墓石を裂きたいんで U のに墓石はね裂けない感じなんですよね。なんでこうやって墓石をまあ相手の敵だから詰まるから墓石を出したところを、まあ、また後ろからねベビドラとかホバを出していき、まあ、相手の対抗を潰したりね陸を出させたりして隙をついて工場を刺すみたいな。まあこれはペッカで受けられますね。よいしょと。まあペッカも結構多かったですね。やっぱりロイジャイが流行りまくってて30しかロイジャイどっちかなんですよ多分使用率ナンバーワンは今シーズン。うん、まあでもなんか序盤は30しか多かったけど最終日とかはやっぱり結構ロイジャイが多かったイメージがありますね。あと迫撃もめちゃくちゃ多くてそんな感じで、まあ個人的にね自分が使わないってのもあるんですけど迫撃とかクロスはちょっと流行られるとすごく面倒ですねやっぱり。なんかユニット同士で戦いたいなっていうのはあるんですけどなかなか迫撃とか本当に硬すぎて俺突破するのが難しいんですよね。なんでやっぱりそのこうやってユニット同士で戦う方がまだ俺は結構好きかなって思いますね。なんかクロスとか迫撃だと大体引き分けるんですよ。そのお互い攻めすぎたら負けるからお互い攻めすぎないようにしてなんかお互いそのなんだろう後ろからユニットを切るばっかして結構安牌な手を打ってミスをしないように立ち回ってそれでなんか引き分けるみたいな結構多くてやっぱりねそういうところもねちょっとやばいマジで。そうですね、でも迫撃はめちゃくちゃ多かったんでまだ迫撃はそのまあ全盛期かなっていう感じですね。本当に上手い人はなんだろう3赤グロ10位圏内で迫撃で結果を残したりとかしてたんで、そうそうそう、なんで俺がいたこのエリートスクワットってクランなんですけどそこの人がグロほんと10位以内に3つのアカウントをなんかロイジャイをね同じデッキロイジャイ使ってなんかそのなんだろうほんとフィニッシュまでは行ったか分かんないですけど一回ほんとその8、9、10位をその人だけのアカウントでなんか独占してたりだとかして結構ねなんかロイジャイと迫撃とかそこら辺が多かったかなってイメージがありますねやっぱり。でも今回バランス調整が入ってでもなんだろうヒールが1コスになるのとかもだいぶでかいと思ってて、はい呼びましたか。どうせヒールミラーとかやるでしょどうせこれはやんちゃんすけどやりますね。どうせやるでしょもうどうせなんかミリ残りのガゴメにヒールかけてしかも1コスだからなんかほんと手札回しで別にミスってもいいからつってえいっつってかけたのにたまたまヒールしてなんかほんと束折っちゃうとか全然ありそうだから怖いよなーって思いますね本当に。俺はあんまヒール使ってこなかったんで今後も使うかよくわからんすけど使われる機会は間違いなく増えるんでそしたらまたねその遅延とかそういう系が増えるったりするのかなとか思ったりしてますます遅延はちょっとだるいですね本当に。ってことで、次ラストかな。解説あんまできてないけどまあ結構雑談みたいな感じでもうねあれなんですよ。こっちでいこうか最後気持ちよくサンクラ折った試合でいきましょうか。とりあえずですねもうなんかずっと起きててなんだろう休憩しながらクラロやってクラロやって休憩してクラロやって休憩してクラロやって休憩してみたいなずっと最終日繰り返しててちょっとねもう今クラロする元気がないですね。全部その今のシーズンにもうぶち込んじゃったんで。でも今その
YouTube を撮らないとバランス調整がいつ入るか分かんなくて、それでなんだろう、あの今までこの前のシーズンでね、7000以上の人たちと本当に戦ってきたリプレイが全部消えちゃうんで、だからね、まあ今のうちに絶対撮っておかなきゃいけないなという感じで、そうリプレイ消えちゃうんでね、だから本当になんだろう、まあ形に残しておきたいなってのはあるんですけど、もう本当にいつ来るか、もう今来るかもしれないんでね、なんでとりあえずこれで後ろからコウモリを切っていって、基本的にはこのフリーズ、相手がしたいことは工場をしてペッカとかにフリーズをかけて工場を通すって感じなんですね。なんでそれを最も警戒しつつも、あの対空が相手はサンガごとなんだろう、ハンターとかで結構薄いんで、そうですね、まあ、薄めなんで、まあ、やっぱりそこら辺をね、まあ、サンガを切ったからこの工場にはハンターが出してくるから、なんだろう、工場、なんだっけ、あれ、ホバ、工場ホバをして、そのね、ハンターをぶち抜くとか。で、これは、コウモリが先行されてるのはわざとで、そのハンターをね、定位置に出した時に、コウモリにタワーがたげいってるんで、一発、なんだろう、その、工場が、ハンターの攻撃を一発耐えるんですよ。そうすると、右残りでガインが入って、戦闘の馬場をね、タワーを殴るとか、そういうことをね、考えながらね、ちょっとやってましたね。今これは普通に右残りのホバを生かすために橋前優のですね。で、後ろからベビーかな。で、とりあえずタルババ。で、これなんですけど、これは確かに結構痛いダメージではあったんですけど、こっからカウンターをぶち込んでいきますね。もうペッカ、橋前にドンってつけて、で、ここで、相手はもうね、フリーズを持ってないんで足すだけなんですよ、こっちは。だどんどん、どん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 。で、これも三角読みで、タイミング読んで、ホバ当てて、こっからはフリーズ待ちですね。一回、フリーズ待ちをして、はいと、コウモリ足して、まあ、コウモリ、このコウモリは、アイゴリに吸われちゃうんですけど、相手のフリーズ切ってから手札を数えるのが割と重要で、フリーズ切ってから4枚切ったら必ず相手は、防衛に苦しかったりフリーズを使うんですよね。だから、そのフリーズが来るターンは、一回、ユニットをめっちゃブワーンってぶっぱして、相手の手札にフリーズが回った瞬間は、一回そのユニットを何も出さずに待つっていうのが割と大事で、そのユーノとかコウモリとかを足せるエリクサーがあっても相手がフリーズしてから待つっていうのが割と大事ですね。っていう感じで、まあサンクラ折っていくと。感じですね。まあそんなところで割と俺のデッキは迫撃に弱くて、なんだろう、迫撃以外に頑張って勝つけど、こうやってまあ履歴見てもらえればわかると思うんですけど、迫撃に負けてるんですよね、めちゃくちゃ。まあ枯渇にもちょっと負けちゃって。この迫撃にも、この迫撃にも負けて、この迫撃にも負けて、まあね、そうですね。まあこの迫撃にも負けて、もう迫撃に無限に負けれるデッキなんで、迫撃以外にはね、結構この迫撃も、もう全ページの迫撃に負けてますね。迫撃以外には、こうクロスとかに引き分けるんですよ、本当に。だから、迫撃とかクロスが、まあ建物系、俺が苦手っていうのもあって、めちゃくちゃ嫌いなんですけど、まあね、そこら辺もね、ちょっともうちょっとね、もうちょっと5戦やって2回勝てるぐらいにはしておきたかったですね、仕上がり的にも。やっぱ迫撃が来て毎回負けるじゃちょっとお話にならないんで、もう少しだけね、勝ちたかったかなと思いますね。ってことで、今回こんな感じでやっていったんですけど、まあ、次のシーズンはね、ロングシーズンじゃないんで、最多更新狙えないかもしれないんですけどね。まあ、次のまたロングシーズンに向けて、序盤とかもね、もうちょっとマルチをね、潜るように、KK とかみたいに、ずーっとね、潜って、やっぱり、なんだろう、やって、デッキ一つだけを極めて慣れていくっていうのも割と重要だと思いますね。本当にね。KK はもともと枯渇使いだったんですけど、なんか最近は枯渇が通らない環境が、もうタルババが流行りすぎて、枯渇やトロが上がらないんで、ロイザイを極めて、その自分のね、メインで使ってるデッキじゃないデッキで、もう今グローバル4位取って、もうそっちの方がね、メインぐらいまで仕上げちゃってるんで、まあ俺もね、そういうデッキをね、1つか、まあ2つ、3つ、まあそこら辺をね、作っていきたいなと思います。ってことで、今日はこの辺で終わります。まあ、いつもね、毎日投稿頑張ってますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日は終わります。お疲れ様でした。